はい、皆さんこんにちは。こんにちは、今ですね、宮崎県は台風が来てまして、えらいこっちゃ、まあ、そんなに強くないですけどね、雨と風は強いです。そこでですね、8月2日から開墾一会というベアルート販売会をしていたんですけど、今日はですね、ちょっと YouTube でそのカフォの実際通販とか、まあ一応今ネットを稼働させてるんですけど、この株ちょっと見せてくださいとか、どうなってますかっていう問い合わせを、まあ、いただくんで、ちょっとこの YouTube を通して実際に見てみましょうっていうやつを、やってみたいなと思っております。通販サイトにはですね、記載したんですけど、この ABCDE のこの5株を今載せております。で、皆さんが気になるのはですね、まあこの形ももちろんなんですけど、根っこがどうなのっていう話だと思うんで、そちらをですね、取っていきます。サイズ感的にはこんな感じです。まあ一番 D がでかい、 A が小さい、こんな感じで、形はちょっと丸型と丸型系をボテボテ系を選定してます。まずですね、ホームページに載せてる A からいきたいと思います。A がこんな感じです。4と4つのですね、結構いい株、見た目いい感じで、根っこもこういう感じで2つ根っこが出てます。だから発根はしやすいと思うんですよね。はい、これが A 株になります。これで13,000円、1,300円やった、危ねえ。こんな感じになってます。次は B はね、またこれはボテっとしてる緑肌のやつで、根っこはこんな感じなんですよ。こういうタイプのやつって発根しやすいですよね。やっぱりこういうちっちゃい根っこっていうか、歯根がボーンって出てるよりも、こういうちっちゃいやつがちょろちょろちょろって出てる方が、まあ発根しやすいような、傾向があるかなと思います。そしてこの肌ですね、緑肌、これがやっぱりね、相当発根する確率がぐっと上がるんじゃないかなって今のところですね。まあまあどれも出やすいは出やすいんですけど、比較的に緑の方が出やすいかな。あと結構このベアルート株でへこんでたりしてるのをやめようみたいなのとか、まあよく見るんですけど、まあ僕はへこんでる方がやっぱ根っこが出やすいんじゃないかなと今やってて思います。これが B です。次は C、 これがねちょっと俺のお気に入り、 V と見せかけてちゃんとここにちょろっとこう角が生えてるんですよ。でこっちがまあ緑肌で、こっちにちょっとリアコン柄というか、なんかこう枯れかかってるような模様がついてます。個人的にこれがめちゃめちゃお気に入りです。結構ねサイズも大きいし、はい、根っこがこんな感じです。まあ、これもちょっと出やすいんじゃないかなと思います。いやこれいいよね、なんかこうキュートだし、あーいいね。はい、次が ABCD、 これもまたいいんですよ。これがね BD、 ABCD こんな感じです。これもねサイズがでかい、歯根もこんな感じ、一個じゃないんで、これも発根させやすいんじゃないかなと思います。緑肌でちょっとここ傷ありますけど何も問題ないです。なんかねこれちょっとレアで、あの穴が開いてるんですよ。ちょっとその空洞になってる穴が開いてるんで、これちょっと珍しいんじゃないかな。なんか刺さって成長したのか、もう完全に傷はその運んだ時にできた傷ではないので、こうなんていうのかな、空洞になってる穴ができてるんですよ。ここにここの穴とここの穴がくっついてるんですけど、
これがまたね、この丸み帯びてるボディから、ここもちょっと穴開いてるけど、これも大丈夫ですね。もう鎖が入るような穴ではないです。あー、これいいね。これでいくらだっけ。20,000円。安いよ安いよ。今回のこの5株安いよ。はい、次こいつです。もうボテボテ好きな人はもうこれ一択です。4つののこのなんていうんかな、波かかってる模様、この成長した模様っていうか、しっかり出ててからのこの根っこ、いやこれも素晴らしい根っこですよ。これがいい株がこれだっけ、20,000円。いやいいよ、これもいい。こんな感じで植えて、まあちょっと広めの鉢に植えればこうまっすぐボテッと植えられるかなと思います。これもいいですね。まあここにちょっとへこみがあるんですけど、へこみがちょっと、まあでも若干その水切れのへこみなんで、これも割と早く発根してくれるんじゃないかなと思います。まあ時期的にはもう最高なんで、こんな感じですね。いやー、どれもいい株です。まあサイズ感的にはこんな感じです。まあ多分一番 D がでかさ的には一番大きいかなと思います。やっぱり A がこの A が13,000円、この13,000円が一番安いです。このね、模様がね、いいんだよね。だからまあ初心者の人で初めての発根管理する方はこれが一番手頃でやりやすいかなと、サイズ感的にも。でこの緑肌の B の3つのちょっとなんかカブトムシみたいなやつと C、 これね、今回の俺のお気に入りピースのこの緑肌とこの模様ですよね。でここに2つ真ん中に角があると、小さな角が、いいね、これおすすめだよ俺は。でボリューム感も安くてボリュームしたい、そしてちょっと レアな穴が開いてるグラキリス D 株、いいね。あともうボテボテグラキリス、ボテっとしてる。まあ、この5株でとりあえずいきます。まだねちょっと結構他のやつもあるんですけど、このこいつもいいんだよ、これもお気に入りなんだよね、これも最高なんだよね。 V、 これもこのこういう僕赤肌とかがすごい好きなんで、グリーンよりも模様が入ってたりちょっといびつな形を、あとこれがねめちゃめちゃ俺の中でおすすめなんですけど、1本グラギリス、こんな字ね。あとはこれ全然売れなかった電子フローラムとブレビカリックスの、まあ、ミックスなんじゃないかっていう、この苔付きのね、これいやこれかっこいいんだけどね。日本で入ってきたのは初めてだそうです。まあどうなのかはちょっとわからないですけど、まあ現地では、現地っていうか販売、僕の仕入れたところでは SPP って言われてましたね。まあ、僕も一つ購入しました。まあ、こんな感じでこの YouTube が好評であれば、実際に見て動画で見た方がね、写真よりかこういろいろ分かってくると思うんで、その時はまた好評でしたら紹介したいと思います。あ、これもいいね。これが北諸オリジナルバチですよ。これこんな感じです。また更新したいと思います。